皆さん、金曜、ちょっと遅れちゃったんですけど、このニュースも僕の得意分野なんで取り上げます。人気洋菓子店でやりがい搾取、残業、100時間超えが、常態化、超過分未払いも。で、人気洋菓子店で兵庫にあるんですよね。パティシエ S 小山で、社員らに過労死ラインを超える、月100時間超の、時間外労働させた。今年まで3年間2度にわたって労基省から労働基準法違反で是正勧告を受けていたことが分かった。1度目の勧告を受けた後改善しなかった労基省は長時間労働が常態化したと見ている。生意気だよねこの会社ね。労基省に入られてさ、勧告受けてんのにさ、変えないってね、やばいよね。本当にもう頭の固いさ、まあ昭和の職人の感じで来ちゃったんだろうね。で、勧告は1月14日付と2018年1月15日付で、同社の説明によると、同社は労使の合意に基づき時間外労働を月100時間未満と定めた。しかし18年の是正勧告で製造や販売などに携わる社員ら約100人のうち半数超の55人が100時間を超える時間外労働をしていたと認定された。その後も改善しなかったとして今年1月に2度目の是正勧告を受けた。また同社では社員ごとに労働時間を定め、固定残業代を支払った上、所定の労働時間を超えた分を別に支払う仕組みだった。しかし一部の社員に払っていなかった。よくあるパターンだよね、サービス残業だよね。同社広報室は次第に事実関係を認め、一度の勧告の後担当した社員が退職し、是正勧告について社内で共有されなかった今は改善している。遅いだろこれ2度目の勧告に対する改善報告書を現在作成中で、労使協定の内容を見直し、未払い残業代について労基法に基づき過去2年分を今後支払おうとしている。これね、払う方はね大変だよね。まあ当たり前なんだけどさ、潰れるんじゃないのかなと思うんだよね。払わないからこの会社は成り立っていたわけじゃん。払ったら多分ね、トントンとかね赤字になるんじゃない。でも払わなきゃダメだよね。同社は90年代にテレビのコンテスト番組に活躍した代表取締役の小山氏、57歳で、やっぱね、この90年代の人なんだよね。だからこの人がペイペイの頃の、あの価値観とかを今も軸としてやってるんだろうね。それがもう成り立たないんだよ、今の。もう時代が違うから。99年に有限会社として設立、11年に株式会社化された小山氏は、世界的なチョコレートの品評会で最高位に輝いたこともある有名パティシエ、ロールケーキ小山ロールで知られている。三田市にある、店舗のほかネットでも販売しているが、これがもうね、今やこの栄光はもう忘れ去られてしまって、ブラック企業の未払い残業代の小山ロールという、信用をね失っちゃいましたよね。これはもう残念だよね、せっかくの腕が。だから要はこのパティシエの腕とうまいね、その菓子を作るのとうまい経営、いい経営っていうのは別のベクトルなんだよね。同社によると、現在の社員と契約社員は、計110人、19年の8月期の売り上げは約20億円だったが、コロナ禍で、8月期は1割に落ち込んだという。でもこれ別にさ、コロナになる前からこの悪いことしてたわけじゃん。舐めてるよね、はっきり言ってね。うん、小山氏は手作りのこだわりが評価され、魅力を感じてやる気のある人材が集まっていた。だからといって法律に関していいわけでは感染しているって、これも後手だよね。もう全然誠意が感じない。今後働き方の改善を進める。で、時間外労働、労働基準法で定められて1日8時間、週40時間を超えた労働、労使協定、まあ、サブロック協定だよね、月45時間年360時間上限に認められ、労使が特別条件に合意した場合、年6ヶ月以内に限り月100時間未満まで延長できる。ただし年720時間を超えてはいけない。だからそうなんだよね、その基準をさ、残業にもマックスがあるんだよね。それを超えたらもうさ、こういうふうに過労死とかになるしさ、会社の方がね好き勝手にできるし、なんか会社の中ではさ、残業しなきゃいけないよっていう雰囲気、風潮も作れるからさ、ここでね、決まりを作んないことにはどうしようもないんだよね。だからサブロック協定とかこれあっていいと思うんですよね。で、パティシエ次々に辞める。若いパティシエが使い捨てのように扱われ次々に辞めている。自由の一人が読売新聞の出題に労働状態を打ち明けた。
同社の製造部門では LINE のグループチャットで出勤、退勤時間を管理、職と共有する仕組みだった。従業員の LINE の履歴によると、従業員は昨年のクリスマス前、午前4時から午後9時まで働くこともあった。これやばいよね。時計の針1周余裕で超えてるよね。3日しか休みがない月や、時間外労働が200時間超える月もあった。で、月の時間外労働が300時間超える人もいた。従業員はみんな、疲弊したが、会社は嫌なら辞めればいいというふうに。だから強気なんだよね。これプライドもあるしね。まあ、この人自身がこういう厳しい環境で育ったっていうのもあると思うんだよね。小山さんって人がね、声を上げなかった、上げられなかったという。心身の調子を崩して、入社後数ヶ月で退職する社員もいた。従業員はみんな小山さんに憧れて入社したら、ボロボロになっていく姿を、みんな辛い。だからこれもうあれだよね。もうプロレスラーとかのさ、道場の世界だよね。でもこれはね、もう狂ってるし、だから、要はさ、このパティシエでさ、志が高い人とかさ、っていうのも、その小山さん寄りでさ、その経営とかさ、経済とかさ、労働基準法とかよりもさ、自分の腕を上げていくんだとか、この世界でさ、なんかのし上がっていくんだ、そっちにずっとフォーカスしてきたからさ、こういう問題に弱い人が多いんだよね。それを逆手にとってさ、こういうもんだよっていうさ、間違った常識をさ、誇示してもさ、で、その中で頑張れない人はやめればいいし、まあ、こういうもんだからって言い切っちゃって、そこでなんか、あれなんだよね、論理で戦えないんだよね、その人たちが。で、ちゃんと論理で戦える人がいればさ、今みんなスマホ持ち歩いてるんだからさ、ちょっと調べてさ、これは違法だよねって分かるわけじゃん。で、違法ならばじゃあどうするか、ね、どう動けばいいのかって、もうちょっとスマホいじれば分かるわけじゃん。でもみんなしないんだよね。そんなことを、なんつうの、やっぱこの、飲食のこういうさ、修行してさ、その、ペーペーからやっていく、なんか小僧みたいな人っていうのはさ、あんまりその学歴とか学問がない人も多いっていうのもあるし、あと、これはちょっと前の価値観で、まあ、主流だったのが、勉強させていただくっていう感じなんだよね。だから学校的な側面もあるから、残業とか、その、たた働きにしても、その勉強させてもらってるっていうので、ありだよねっていう風潮もあったんだよね。でもそれはもう今の時代も通用しなくて、だから僕は正しい情報を、だから、その、ね、ペーペーだろうが、その、小山さんみたいに、立派な、その、職人になろうが、ちゃんとさ、健全な働き方とか、健全な心構えとか、ちゃんと法律を知っていれば、幸せにやれるんだよね。ペーペーだとしても。変にさ、使い捨ての駒みたいに使われる、なんつう、筋合いはないわけよ。別に仕事がまだ半人前だからって言って。だそういった意味で僕はその正しい情報とか、こういうふうにそのいじめられちゃってるんだよね。いいように利用されて、法律すらも守ってもらえない人に対して、正しい情報、確かな情報とかを発信して、その人たちがそれを引用して、強く大きい間違ったもんに戦ってほしいなと思うんだよね。別にさ、小山さんって人がその世界で立派で、すごい強い立場であって、その自分がペイペイであったとしてもさ、法律をさ、犯していればさ、要は自分の方がさ、犯されていればさ、自分の方が強くなるわけじゃん。向こうが間違ってるんだからさ、で、竹槍一本で戦えるから戦おうぜって話でさ、そうやってやっぱ自分のね、心身も守っていかなきゃいけないし、ちゃんと大人なんだからさ、ちゃんと理論で戦うことが大事なんですね。そのために僕は労働審判のその動画とかもたくさん出しております。では、どうもありがとうございました。